もともとウィールの方のラインでサポートされてたんですけど、僕がスケート始めた頃から考えてた考え方と、このブランドの動きとかチームの動きとかコンセプトとかがこう合致するところが多くて、このブランドで もっと大きくしていきたいなって考えた時に、ちょうどタイミングよくデッキのライダーを何人か増やしたいっていう誘いを受けて出せることになりました。こだわりがすごい強いのを知ってたんで、迷いなく乗らせていただくことになって、まあ嬉しいですね。とにかくタフレグはもともとそれぞれが各地に散らばっててライダーみんなが、でそれぞれそこの地域で活動したりとか、そこを拠点に外に出たりとかしてて、チームそれぞれもそうなんですけど、まとまってみんなで各地に行って、自分たちのこの会った人間にその魅力をこう生で感じてもらうっていうのを大事にしてて、デモだったりスクールだったりイベントだったりコンテストの手伝いだったりとかっていう、チームでみんなで行ってその地域地域にそれぞれファンを作っていけてるチームなんですけど、そこら辺も僕から見てすごく魅力を感じてたチームでもあって、やっぱ昔からライブで見せることにこだわってやってるんで、いろんなところに各地に行っていろんな人とセッションして自分を見てもらって好きになってもらって、でタフレグをどんどん大きくしていければなと思ってます。キャッチーな感じ、まあカラフルなんでキャッチーな感じと、あとブルーが貴重なんですけど、僕のモデルはそのブルーっていうところも僕が育った沖縄っぽさもあったりとかして、ちょっと爽やかで乗ってて恥ずかしいんですけど好きですね。とにかくいろんな人に乗らなくても紫スポーツとかお店に行ってまず持ってほしいです。なんか持ってそのデッキの良さとかデザインの良さとか感じてもらって、でとにかくその感じてもらうのをできるだけ多くの人にやってほしいですね。なんか見立てこう持った感触とかで全然違ったりとかするし、自分が好きなものと同じものをこう感じてほしいっていうのもすごく強くあるんで、とにかく一度持ってお店とかで踏んでいいとこだったらこう板踏んでみたりとかして板を感じてもらえればなと思います。デザインもかっこいいし、形もサイズも乗り心地もいいんで、ぜひ乗ってください。